5番です。今日はね、お店、紙がなんかぐちゃぐちゃですね。まだね、今日はね、熟女手伝ってもらって、で、まあもうお店も終わり、腹減ったと。夜食には焼きそばだね。しかもソース焼きそばだ。いや、オイスターソースにするかな。そういう感じで、まあ熟女どんな久々に二人でカウンターで夜食食べようとね、思います。で、今焼きそばつくらいな。1、2、3、4、5、6玉やるか。ソーセージもさ、ソーセージ値上がりしてん。なんかさ、400円くらい値上がりしたねんかな。あんまりな、バンバン使えねくなってきましたよ。今日はね、麺を多めにしましょう。ソーセージ、肉少なめ。ね。とね、なんかいっぱいあったわ、ね。これも、よし。7玉やってまるか。ね。今日は、キャベツと、燃やしていきましょう。ご苦労様です。はい、あー、はいはい、お得の知り合いでないの。あー、柴田な。ちょっと顔出しますね。 NHK の方が飲みに来るそうですよ。私、受信料払ってません。ほら、テレビないもんね。テレビないんだ、ほら。本当に本当にないんだよ。YouTube しか見ないわ、ほらな。あの、お相撲も YouTube でしか見ないわ。焼いてないのはダメかな。何？つまんで。前ねな。だよね。やめたくいいな。なぼ腹減ってるはず。NHK の、なるほどな。あっちゃん、ごめん。マスターの友達で飲むときや。あたいでやった。なんでちょっとお夜食集めてたの？だ。お夜食は後になりましたね。あれ、今週お夜食だから待ってろってだな。あんだ、うん。今お客さん来るんで待ってろ。今 NHK の人とかさ、こういう夜遅くでも飲みにしてくるようになって、いいことですね。いい普通の世の中になってきましたよ。そういえばさ。最近さ、青森は市議会の選挙あるんだけど、この時に限ってさ、Facebook さ、お友達申請来るんだよ、立候補者から。なんだもんだがさ、なんてな、節度ないよな。みんな不信感抱いてるよ、逆に。うん、それはいらねえやな。何も今出なくてもいいやな。あれはちょっと消せないですね。もう、あれだ。何もこう、何も考えてねえダメな。票取るだけさ、一生懸命で。ね。選挙期間にフェイスブックさ、友達申請来るんだよ。信じられねえな。名前は言わねえけど。承諾しません、私。なんかプライドもなんもねえんだべね、ああいう人たちは。今日も保険会社の人とかさ、宴会やってたけど、宴会っていうか5人くらいね、誰もマスクしてません。なんかさ、昨日知り合いの人がさ、
あの喋ってたんだけどさ、うん、コロナにかかってたんだって、亡くなって。でも死因はコロナでないんだって。年配のお年寄りの方なんだけどね。してさ、葬式何回来たっけさ、ご遺体ささマスクしてんだって。してご遺体にマスクかけて、でご遺体はさらにビニール袋でぐるぐるにして、棺桶もぐるぐるにしてんだって。と言った人がさ、そこまでやる必要あるんだべが、自分の親もし親だったら耐えれねえっつったよな。当然ご遺体に触ることもできないんだそうだ。動画してるよな、そんな。多分おそらくさ、感染うずるどのこうのるやん、あの葬式屋のなんだ体裁とかそういうんだぜの、うちはここまでしっかり対策してますみたいなね。でもありえねえよな、ご遺体さんマスクして初めて聞いた。その人も初めて見たらしいけど、それからね、お客さんも帰ったことだしね、焼きそば作れな、わあ大量のね、けどこのままもうキャベツ焼きそば作れな。はい、そういうことだ。まあ、こんずくんは明日仕事なんで早く夜食タイムだな。お、すごい量だ、ほら。うわー、お。蕎麦を入れますよ、大量に。これうわすんげえ量だ、これ、うん、キャベツだけ、うん、キャベツ焼きそば、三匹でもやし入れるかな。こういうね、野菜大量の時はね、こういう業務用のコンロがね、いいんです。たらこれを半分、さあ、本場半分。あのね、これがエキサインのオイスタースコッチ、うん、こんなもんだ。
ポン酢ささ、それだけ一緒に分けて、今も切って、この土、何でもいい、山盛りにこれ持っていい、まずこれ第一弾、はい、重い。次入れていいね。いらない。上に出ない。でっかいソース、オイスターソースだ。このぐらい野菜入れればいいですか。これは今日東京から来てる姉さんの、階段下で食べちゃった。ご飯と焼きそばとな。久々に熟女と一緒に夜食ですね。海苔かかけとくよ、これ。何もいいよな。あのお客さんは野菜いっぱい入ってると喜ぶんだけど、俺たちいつも野菜いっぱい入ってる人ばかりね、たまにこの麺だけ抜けていくんだよな。これでも野菜、キャベツを入れられてる。はい、いただきます。あの夜食というか晩ご飯、今日私なまってるかもしれない、山形弁かもしれない。大山形弁、ひとしゃみで山形弁だ。最初に来た保険屋さんたちもなんかさ、山形そう住んでよなこの保険屋の新入社員の女の子が来たでな、山形の人だよ、天童出身って聞いてて、で連れてきて連れてきてって言ってたら今日来てくれたのね。で、え、名字聞いてて、え、この名字って天童多いんだよなと、で同級生の娘じゃないといいな、ドキドキとかって可愛いこと言っててね、え、天童なんちゅう、え、お父さんはって言って、うわーって、そのお父さんっていうか私すっごい仲良しだったの。すごいよな。で顔見たらさ、え、もう名前言ってもいいよね。見てね、別に、深夜っていうんだけど深夜のさ、そのなんていうの、子供の時の顔そのまんまのお嬢様でね、あったら生まれた時から深夜って呼ばれてましたっていうぐらい似てて、一人娘さんで、ちょっとあんたパパにすぐ電話しろって言って、ねえ、いいや、もう思ってていいそれ、もうだから向こう、電話の向こうでもう腰くだけでも倒れそうだってお笑いしてて、うん、いいや、だって多分30年近くぶり、30年ぶりぐらいもう、うん、あれも結婚した頃だ、私結婚した頃大体同じぐらいだから、いや、びっくりした、もういや、向こうも相当びっくりした、そう、相当びっくりしたみたい。娘が行った店のさ、うん、
お前何？竹京がいるってな。竹京じゃないの。京子なんですよ。竹京でないの。焼酎は。で、京子前、青森に何しに行ってんのって言われて。結婚したとは聞いたけどってね。いや、そして今来たのが、ね、まだ山形の人で。山形の NHK の人。ないだってやーって、ね、ないだってやーってな。ないだってやーって全部通じて。今日は青森のこのカフェワークは山形弁が取り替えましたね。ほら、あの人もね、ここ来ればさ、ね、もう山形弁だから、だからよーなんてね。いやー、他の県の人は申し訳れば、まずヘバとかマイネって覚えない。はい、な、畜生から聞いて最初に読めたのがないだってやいい言葉だ、うん、あ、青森だらあれ、うん、山ないだってやないだってやこう励ます言葉も楽しい。ないだって面白いっけんねとかさ、ないだってって何でも使える。あのマスター次覚えたのフォロゲル。フォロゲルな、四ずりさついていくかなときはフォローゲルなよって。なんだそのフォローゲル。いや、海さんうずるなっつって。あと最初聞いてびっくりしたのは、うん、キンナオドドイキンナオドドイってさ、はいってな、わあ、もう全部わかんない。キンナオ、昨日、おととい、おとといなんだってね。おととい、そう、キンナ、昨日は金な、一昨日はおととい、それつなげたことで金なおととい金なおとといじゃない、金なおとといってこう下げなきゃいけない。あ、笑ったよね、あれね、真顔で、はいってな。なあ、むずいれば津軽弁標準語だからな。なんだって私、あの世界で一番なまってる、うん、港まで津軽弁よくわからないけど面白いとか楽しいとか言ってるけど、俺は全部わかるから。うん、わかねっつうのが俺そっていれば、まあまあ不思議だな。焼きそば美味しいな。美味しい、すごい美味しいな。あ、おかしい。うん、やっぱり野菜このぐらいの方がな、普通くらい、ナスも入って、キノコも入って、白菜も入ってな。あの麺にたどり着かない。あとマスター、さっきの靴の話をちゃんと聞きたいんだけど。なんだ、靴なんかゴミ箱にさっき捨ててたっけ。なんかさっきさ、マスターゴミ箱開けて、これやなんたらかんたらっていう、あのなんたらかんたらが何、そこが破けてたんだよね、剥がれてた。前にさ、すごい面白いことになった。くっつけようと思って診断の匂いすごい。歩いてたらこの靴がさ、あのパッカパッカパッカってなる。ほら、前くっつけたのに剥がれてきたんだなと思ったきゃ、かだったきゃこれだけ道路さんのこと言うさ。俺だけ後ろ見てきゃこれだけが道路さんって、いや、人通りない道路で言い方あ、新町通りならすげえ恥ずかしい。で、またくっつけたんだけどやめだ、うん、捨てることにした。だってボロボロじゃんだって。いや、普通だったんだ。うくさ、ほら、本当の匂い、本当の匂い。まあ、いろいろ言ったことあらね、貧乏になれば。な、貧乏になっていろんなこと経験したじゃ。靴の底取れるだのって。見たことないんだけど。いや、本当みたいな。俺は全部さ、恥ずかしかったよ。前後差しと言いない感じだったけど。あれや、ユニバースだのや、カンプノの、混んでるとこだらや。わっしらねふりして出てくるよ。買い物したのを置いて。そこないの。そこないです。なんだったら靴ごと脱いで
スーパーな掃除したと思う。恥ずかしい。あの靴底ない靴ってめっちゃ歩きにくいよな。初めてよかった。タンビ履いて歩くよりまだタンビ。おお。で片方高いじゃな。片方靴底の違反で。な。いや靴底落ちたのば拾いに戻るのもや。大目に出かぞってな。何ここで？うん、そこ。ここで。ここちょっと暗くて、あれパカパカしてるなと思いながら、うん、コンビニさ車置いて歩いてきゃコンビニの隣の出たと思って、うん、取れてや、あコンビニはここまで戻っての片方さの靴底持ってや。いやママドがさ合わなくてよかったね。なんか、なんもない日ってないよね、うん、何がかにがな。でも、いいんだよ、楽しくて、毎日これは、静かに暮らしたいね。うん、でも、こう、そうはさせない運命なんだべね。本当に何もない日ってないよ、まあ、全然ない。それこそ、うちから出ねばないだけどや、出ればなんか考えるよな。いや、うちの中それだって、あの出かけようと思ったら、カバンなんかカピカピすると思ったら、うん、なんか片栗のおしっこかけられてたとか、うん、いろいろ、だって毎日3階来て、一服しに来てね、わあ今日やっていう話が普通に岩屋先生行きましただけでもなんたらってあるべ、うん、岩屋整形の岩屋先生高校の後輩でいい先生なんだわ。60カ年中最近べでこうヒアルロン酸のなんだかってな、まず一本ずれ針刺したまんま注射針抜くん、注射器抜く、うん、なんだっけってば、おまけまさサービスで、もう一本うんぞエコを見ながら、癒着したとこ剥がして、あれ大五郎来たおいで剥がしてから、やっぱり量入れるとさ、剥がれていい、おまけだってや、うん、あと、いっぱいあるとこさ、ある胃腸かないからだけど、この後輩、高校のあるいいくべ前、主治医みたくしていたんだけど、インフルエンザの時期になれば、うん、林さん、今日予防、インフルエンザの予防注射打っていいけど打った方がいいんだから、俺は打った方がいいな、いいよ、いや、2000円様あげるはんで打っていいけどだから普通のことは3800円2000円でいいだからヘバ売ったほうがいいなおかしいな、その何なんだべね。あ、大声聞いた、まあ、なんだ賛否両論はあるけども予防接種もなんか売った方が、でもほら、うん、岩屋先生の週3なのって予防接種打った人がインフルエンザになったって来るんだとさ、うんうん、これだら打っても意味ねえなって、うん、あの人たちはやめちゃったと、まあ、なるけどもインフルだって重症化しねえってことでいいんだけど、焼き鳥食べる YouTube ダブルレッツ、予防注射も相手こう、打とうという意思を持って病院に行くことはなくて、何かで行ったっていうのに、予防接種打っていけって喋れるんで、あで、ついでにね、負けるって喋るし、そこあんま縛って、安くするからってな、なんで打ってくるような、ここがの4回目のコロナだって言うんだよ、4回目、何も取られるんだって、単打当たってさ、単打当たれば打ってくるかな、じゃあ一緒に行きましょうってね、うん、打ってきたから。結局
あんたちょっと寝ててたんだよな。私昨日一昨日だよね、一昨日やって昨日一日ちょっと 7度2分3分ぐらいまでだったけど、もう昨日やん、一昨日か。うわ、今回注射打った後も行ってくなかったよ。一応4回ともさ、何があれ前なんでお店休むかなとかね。なんもね、めっちゃ元気。でも先生にさ、な空手行っていいですか、うん、って聞いたのよ、ね、な、予防接種隊に。なんもねば今日の晩空手の癖ってもいいかって。普通は安静にしてるけど、林さんの一座任せるっていう。言えなかったんだべ。だが林さんさ、言ってもなーっていう。帰り、ここさ来るハンバーガー屋さん、なんだっけ、あ、ランブルバーガー。ランブルバーガー、そうやっとほら、日中起きることね、はんでママ食いに行くべって、ランブルバーガーさ行って腹いっぺで死ぬかと思ったんだ。こんなハンバーガー、串刺さってて、それ2つにすればよかったのに。この鶏、チキンのステーキ肉のめっちゃうまそうでさ、その食ったきゃ腹いっぺで腹いっぺで帰ってきて寝たいんだ。うん、7時頃まで寝たらいいんだ。ちょっとね、3時間ぐらい寝てた。ね、熟女アボカドバーガーって頼んだら、アボカド1個半分スライス、半分ディップになってて、でもや、美味しかった。美味しかった。ほら、今までモスバーガー一番美味しいんだけど、あの時は。いやいやいや、あ、全然チェーン店ではモスバーガーメジャーな、まあ、比較的、うんうん、まあ、モスバーガーとくらい間にいいものを使って、いや、モスバーガーと比べるのは申し訳ないけど、まあモスバーガーより全然美味しいです。ちょっとやっぱりモスドがそういうのに比べたらお値段高めなんだけど、でももう何、そのもの見るとさ、え、これで採算取れますぐらいのすごいのね。だから、あの、皆さん行ってみて。なんで県外の人、マックとかの値段を想像していけばダメです。あの、ちゃんとしたご飯、お昼ご飯ですとね、いいもの食べますっていう。パテなんかも本格的なんで、今日は、うん、ちょっと高いランチ食べようかなって思う人は、うん、お仕事、今度俺と熟女と熟女の旦那連れて3人で行く。その後は優子さん、俺と熟女と俺の同級生の優子凛。優子凛ね、優子凛。優子凛もほら、あまり出歩かないじゃない。なんで持ち帰りって喋ったっけ、うん、今やってねって喋られた。ああいう、あのハンバーグはさ、あそこで食べたくいい、うん、だからほら、コンズに買ってこようと思ったけど、あ、やっぱり来た方がいいね、うん、ってね。なんだっけ、ランブルランブル、うん、ランブルバーガー、青森市ランブルバーガーで検索した。あら、すげえわ。あ、例えば2日後にまだ食いたくなったもん。いやいや、その日もう一回食う。ないな、ないな。夜中や。店終わったからもう一回食べる。ハンバーガー目がったな、目がったなってな、うん。で、次食べるのがベーコンバーガー食べる。あ、ベーコン。私ダブルチーズでもいいかもしれない。あの、大きいハンで、こう三角の紙くっついてくるんで、そこさこう入れて、うんって潰して食うわけ。ここさ、いっぱいソースつぶ。またこのやつビタビタつけるな。ああ、やってかねばいや。アボカドはさ、どうやったって縮まんなかったっけな。だからこうね、上のリップだけ食べたんだけど、あの、あ、この熟女がさ、最後のあのサラダ村ちっちゃいんだけど、うん、ぎゅうぎゅうと詰まってんのな。こんだけ詰めるかっつくらい、こうちっちゃい器がレタスの入って、うん、で、熟女食えねえってな。だってハンバーガーの中にもレタスすごいね、畳んで入っててさ、うん、ランブルバーガー、港町、うん、店もこう、あの人オールディーズ、ああいう60年代過ぎなんだけどな、店がそういう感じ。音楽もだから、マスターのもね、バイクなんだっていうのから見てくれたみたいで、言ったきゃ、ほら、マスター、これ新しいキティカのやつだから、人生でさ、んだ、ほら、写真撮ってもいいか、撮ってけ。ありゃさ、食べてんだ、まだな。美味しかった。
もっとな早く行けばよかった。なかなか起きれない。俺はこの普通の人ランチ食べる時間って寝てるからなかなか昼の行動ってできねえんだよな。なんで大体俺はな物食いに、3時夕方3時4時過ぎで起きて、それから店やる前にとしてもこうかっぱ寿司とか行っちゃうんだよな。知り合いの寿司屋さん行きて、あ今行けねえな、ちょっと寿司やな経済的にな。なんかかっぱ寿司。ね、まさかこうやって近寄ってる。ハンバーガーの写真出るわ。うん、ここ。あのこんな写真じゃないぐらい。これアボカドなんだけど。これアボカドなんだけど。もっと大きい。うん。こんな嘘、もっと多い。これ写真ちょっと控えてる。ちっちゃい。この倍くらい大きいから。びっくりする。うん。食べれるんだべかと思ったけど、食べれた。食べれた。簡単。あれ、あの鶏肉や。あ、最後のね、これなんだっけ、ハニー。ハニー。なんか蜂蜜つけて鶏肉食べる。美味しかったんでも。うん、あれ腹減ってるとき聞いてんだ。あれだら。払えてれば一つ、うん、ちょっとこう写真分かりにくいけど、これメープルのやつ、これこうやってメープルつけて食べる。すんげえ、どうやってこれ焼くんだべな揚げるんだべなって久々には聞きたかったけど、うん、な企業秘密もあるべはんで、もうよくこうさカレーとうまくまあ教えてければ聞きてえな。俺も作ってみた。ここお店のここ見せてくれてる。英語だけどもランブル。ランブルバーガーね。まだ地球人行くけど、美味しいよ。マスターから聞いてきたって行けばいいんだ。動画で聞いてきたって。でも結構ね今流行ってきたねやっぱり。いや、オラガラキで来たなんてって安くなるわけでねえけど、非常なオラガラキで来たってばですかってな、ちょっと愛想いいかもしれない。なかなかかっこいいマサだよね。な、うん、自分で喋ってて、オラコア思われたんで、うん、いやいや、なんあの、うん、ニコニコってさ、黒星の眼鏡かけてれば全然 OK、うん、いや、あの人コア思われたけど、うん、笑い顔がや、だの眠いねん。あはこの間来た時、お宅笑いの大したいよって、笑ってればいいよって。ちょっと私可愛いと思ったもん。だ、な、あれでな、こう45度のグラサンとかかけてるからちょっとやばいけど、ほんで一生懸命心を締めかけて、もすごくいい人相だ。ケーブルテレビのほらあれさも出っときなくもう汗ったくなのにマスク一生懸命してさ話しててさ俺は誰でねえけどな。いやいや、G からそういうのいらねえよ、ケーブル見ねえかもしんねえよ。でも、うちの店が取材的なもの結構こだわったよ。うん、あいだじやランチ、まあランチやった時になるや名物の出してきてた、ピザの出すべ、うん、お金払わねえんだよ。ひでえよなあ。まあ無効性がすればこれで宣伝効果出ればもっとすげえからみたいなんだけど全然ないから、それ宣伝青森だけでないのそれって違うの。東京はガンと出ると3年店持つ。うんうんうん。うちもランチやった時テレビ撮ってたっけ、いっぱい来たんでしょ、うん、公演の次の日からこのお店満席、うん、やってられねえ、夜疲れて仕事できねえんだから。全部なんだっけ500円ランチでしたっけ。うん、次言うんだ500円。ランチ一生懸命こう作って、でもなこれジントニックいっぱい作ればジントニックの方が売り上げいいよなと、なんかやりたくなくなってさ幻のランチやってた。
まあでも今ランチ、うん、ほんでいつもランチ食いに来てた那覇市くんな、うん、ああ。ほら朝今日ランチやってますホームページで書くのよ、うん、でみんなそれ見て来るんだけど、うん、その那覇市くんがカップラーメンさお湯入れて俺あのホームページ見て今日やってますってうわってカップラーメン二締めで急いできたなさうちのお客で来るぐらいの時ランチもやってるよと、ね、あの時さほらしんちゃんとかそう船橋さんとかのやり取りがたまに見ればほらあんのね。でも後半な宝くじよりも当たらねぐらいはさね今日はやってませんっていや今日もうだべみたいなぐらいになっちゃったもんな。ランチもな何もランチやって番組もやってこう1時までやれば何もおら何もできなくなるよ。あのとんちはまだな今10代前半、まあ、え仕込みもともと奥さんいた時も仕込みはマスターだったの。ああ全部で店終わってからランチの仕込みせば、うん、こそ止まねばまいねん、うん、もう働けないね。今は動きが鈍くなった分笑顔で笑顔を提供しますね。一つねこれからちょっとずつねお客さん来るようになったしね NHK の方が来るっていうのは素晴らしいね。久々だったけどなかなかああいう人たちね公共の場で出れねえはねえな。なああいう人たちとか今日の来た保険屋さんとかさああいう人たち出るようになってな。そう言い方保険屋さんもちゃんとあのほら大丈夫な保険屋さんとちょっとほら彼女がいた大きいとこはもう今日どこどこに出歩きますって申請書書いてる。おーで、はい、OK って、ね、そういうことでどうぞね、毎日でもちょっとずつもお客さん来るようになってきたので、ね、一つね、あのまだ前みたく稼げたら俺はこのいろいろねコロナの間助けてきた人恩返ししてなと笑顔で笑顔の仕事でした。今日久々に熟女と夜食でした。今日熟女ほらお店来たんでビジネス顔とか予約なってればさちゃんと服着て眉描いて赤子すりたけんた服だよだよだなんも最近さ来るの6時に来てけっつのに6時半にあ、どうも、ちくじょでーす。遅れちゃってってな。ライブの時も、下半で今日ライブ6時からで、お客さんが6時から入るよって喋ってるのにほら、おなごだはんで、顔こぶつくねえし。そう、あのライブ来る前に臭いバダメなんてシャワーも浴びて風呂それが長いんだ、2時間くらい風呂されてんだ。臭い、ね、髪も洗って、乾かしてまいてして、お客さん来ては、忙しい思いする。あ、みんなさん挨拶こんばんは、ちくじょです、お疲れ様です、ってな。いや、PA のアビちゃんとのは、おろ今何したんだお前ステージさ、上がるんだかみたいな、うんうん、みたいなそういう感じで、まあ、いいな。ちょっとイラッとするな。いや、お客さん、だって、好きだ、うん、うわーって忙しいのが、一段落した頃に、うん、こんばんは、って降りてくる。いや、ちょっとラッときゃもう一回早くでもこの後働くじゃんだ、うん、すごい働くじゃんあ、な、手伝ってるだけで周りが出てこなかったでも、喉乾くと勝手に作って飲んでるのねなんでそういうことでした。ちょっとね、久々の焼きそば夜食でした、ね、話しないようってそういう感じでした。あれ、大五郎はいいねなんかほらお客さん、あのコメントしてくれる人もたまに塾女出演希望ですとかそうそう、こん、うん、ポツポツ出るので今日は何を撮るかとでっかいけど元気です塾女不安の方々いかがでしたかとりあえずご満足いただけましたでしょうかもうすいませんいつもことずっこばしてるあの残り少ないあの今年ですが、もうちょっともうちょっとどころじゃないのいや、違うな塾上いつも手伝い2番前でくらいそうそう、忙しくなればお店こにぎわってくればいいのいや、塾上さんも何と払えるし塾
所毎日飲めるし。そう、お客さんがね、最近ね、県外の方がね、視聴者の方がみんな塾上飲むかって言ってくれるので、喜んでっつっていただいてます。俺はいらないから。だからマスターの分もいただきます。マスターコーヒーでも飲んですけど、噂は気づかなくていいから、塾上来たら塾上飲んでください。すいません、いつも皆さんありがとうございます。お願いします。塾上でした。塾上ファンの方々、ご満足いただけましたでしょうか。もういいから。安いです。ヘバです。